フォルツァスタイル。スーパーカー始めようか。お名前は何ですか？私ハルデンベルクと申します。よくしゃべる49歳そうゲストのこちらランボルギーニのアベンタドールですね。ごめんなさい、アベンタドール SV ロードスターですね。 SV ロードスター、ランボルギーニアベンタドールSV ロードスターです。長まずこの特徴としてはデザインが、このフロントがこう尖っているところですね。他のアベンタドールは結構まっすぐこう来てるんですけど、ここだけこうカクッとえぐれてこう出てるデザインが、これ SV の特徴なんですね。ランボルギーニ知ってる人、ここを見て分かる人もいるんですけど、はい、なかなかそれだと伝わらないことがあるんで、これ見よがしにここに SV っていうステッカーを貼って、もう見て SV って分かるようにしたんですけど、あとこだわりポイントとしては、もともとこのフロントバンパーの下のところは素地、黒い素地だったんですけど、どこですか？この部分ですね、はい、これ今カーボン、実はこれリアルのカーボンじゃないんですけど、はい、カーボンを貼ってもらって、でこのラインもなるべくちょっと強調したかったんで、これも後付けというか貼ってもらいました。これドバイの金持ちがこれやってたんで、ちょっと真似してみました。さすが。ここもってことですね。そうですね。そこの素地、もともと本当に黒いプラスティッキーな感じだったんで、ちょっと安っぽかったんで、カーボンの彫りを貼ってもらって、さらにラインを足したと。あと僕ノーバルで基本的に車乗るの嫌いなんで、買ってすぐホイール、これ HRE っていうアメリカの単造のホイールなんですけど、サイズはもともとの純正サイズ、フロントが20、リアが21、一緒なんですけどちょっとついていけないんですけどHRE っていう会社です。アメリカの単造で、結構有名どころですよ。有名どころです。若干純正よりまずちょっと軽いっていうのと、あとは見た目ですよね、うん、ブレーキのこれブレンボですか？ブレンボですね。ブレンボの OEM で、これカーボンセラミックです。どこのこと話してるんですか？これですね。サルタ熱いですよ。でそこの赤いのが、それがもうブレンボっていうメーカーの。ブレンボのキャリパーですね。これだけ速いからブレーキ止まらなきゃいけないじゃん。はい。だからそういう大きい、すごい大きいのがついてる。でまず、リアウィングはこれもともとカーボンで、こういう、これは張ってるわけじゃなくてカーボン織りなんですね。もともとのカーボンですね。でここにどうでもいいんですけど、僕昔ラジコンでこのランボルギーニカウンタックの LP500S っていうのを持ってて、その時のラジコン作った、小学校4年生ぐらいかな、小学校作った時にこのランボルギーニっていうステッカーをそのラジコンに貼ってたんです、うん、だこれもちょっと後で作ってもらって、これは純正で、これは純正ですね。小さい時からの夢が叶ったという証拠であるという。すごい。ここももともと素地、こういう素地のものだったんで、ちょっと安っぽかったんで、ここもこうカーボン、これはもう貼ったカーボンなんですけど、はい、なるべくオリをこれに似せたものを貼ってもらって、でこのラインも、もともとこういう素地なんですけど、このラインもドバイの金持ちがやってたんで真似しましたこれ F1 にねよくついてる、そうリアディフューザーですね。そういうところも見てるんですね。でこの一番の特徴は、マフラーがこれブリリアントと言いまして、はい、川崎にあるテクニカルガレージ佐々木さんっていう、僕も12、3年のお付き合いあるんですけど、排気系のマフラー、マフラーそうですし、液場にもそうですし、パイプを曲げさせたらもう日本一と言われてる人に特別に作ってもらって、これはステンレス、本当はインコネルってF1 と同じ材料で作ろうと思ったんですけど、ちょっと予算の関係でインコネルはちょっと高すぎたんで、ちょっとそれはパスしました。でもこのマフラーだけでも200万ぐらい、いや、150ぐらいでしたね。あんまり買わないですね嫁には絶対言えないんですけどね。うわ、全然違いますね。ほんと近所迷惑なんで、ほぼほぼバルブは閉じてますけど、いつもで開けますね。はい。おお、何これ。 V12 6.5リッターですね。 V12 6.5リッター、ターボついて自然吸気ですね。ランボルギーニ最後の自然吸気エンジンです、ね、でこれの特徴は、エンジンがごついのと、あと普通の車ってサスペンションが、だいたいこういうのって車横から見てバネ見えるじゃないですか、はい、それってこう縦に置いてることが
まあ、ほとんどなんですね。これ実は F1 と同じで、バネがここにこう横向きになってて、でこれ、中にオイルなんですけど、はい、たくさん鉄成分が入ってて、磁石でそのオイルの粘度を変えるんです、ね。何が言いたいかというと、ものすごくこう急なカーブ曲がった時に車が傾こうとすると、中でその磁石、磁力を発揮して、液が流れにくくして磁気を帯びたあのオイルに変えてしまうって言って、さっき言ったらほとんどこう揺れないっていう、マグネティックコントロールと言ってましたけど、マグネティックコントロール、オイルの粘度をその磁力で変えてるっていう、なかなかこれが横についてるっていうのが結構、まあ、あのランボルギーニらしいかなっていうところなんですけど、何馬力や750馬力です。まあほとんど使わないですけどね。まあサーキットで全開で使えてるぐらいで、普段はもう多分2、30馬力しか使ってないと思います。4駆です。4駆なんで、これ結構本当に安定して走れるん で車重が 1.5 トンしかないんで、結構軽いっちゃ軽いんですよね。だから04走らせると、あ、0100がだいたい 2. カタログ値で 2.9 秒って出てるんで、まあそれこそ今売ってる GTR が今 2.7 秒とかかな。まあ屋根取れて 2.9 秒っていうのは結構なスピードで、そうなんですか、うん、世界で、まあ、10本の指には多分入る加速力だと思うんで、まあ、当然日本では出せないんですけど、まあ、サーキットで直線で負けたことはないですね。かっこいい。あ、そっか、じゃあ先生先行ってもらって。ここもすごい、これどういうこと、これデザインなんですか。デザインで、これすごい賢いのが、めちゃくちゃ雨入るように見えるじゃないですか、はい、ここに雨どいがついてるんですね。ここに、で水は後ろに流れるなんてんです。あ、そうなんだ、だから一見なんかこれすごい水が入りそうなんですけど、ちょうどこの真ん中に2本雨どいがついてて、全部後ろに流れになってるんです、ですが、あの一番前の三角形の窓は何もついてないんで、はい、あそこはもうダダ漏れです。だからまず開け方なんですけど、はい、ここアイリーさんちょっと指入れていただくと分かるんですけど、ゴムのポッチが出てるんですね。だいたい幅、12センチぐらいなんですけど、ゴムのパッキンがあるんです。それをちょっと軽く持ち上げていただいていいですか。これか。おお。で、そのまま軽く手を添えていただいて、上に上げていただければ。おお、すごいが開け方ですね。で、思ったより軽いでしょ。はい。で、昔のランボルギーニと違って、このアベンタになってからそのダンパーがすごく良くなって、はい、昔は本当にもうドア開けるのも閉めるのも大変だったんですけど、あ、そうなんですか。このタイプからはすごく楽に開いて、まあ、閉めるのはちょっと若干硬いんですけど。閉めていいですか。あ、どうぞどうぞ。閉めるときは、閉めるときは皆さんここ押さえるんですけど、ここ押さえると大体へこむんですね、はい。でディーラーの人とかもよく間違えてここを押さえるんですけど、はい、本当はここは一番あの強くできてるんです、ね。で、ここに手を入れて、このままある程度の力で締める。で、よくホテルとか行ってベルボーイさんとかここを押すんですけど、はい、あのここを押すと必ずへこみます。あ、そう。これもうランボのあるあるなんですけど、はい、アベンタのあるあるで、皆さん大体ここを押さえるんですけど、ここは押さえるのは禁句なんです、ね。ここなんです、ね。ここで開け、あ、ごめんなさい、ここで開けてここで締める。これはシザードアですね。昔横に開くのは、まあ、カモメなのでガルウィングですね。で、まあ、昔のね、イシャレ・ユージョさんが乗ってた 300SL とかはあれガルウィング。このランボルギーニは皆さん結構ガルウィングって言うんですけど、これ実はシザードアってハサミ、シザー、ハサミのようにこう開くんで、はい、シザードア。あ、なるほど。メーカーの人は言ってました。スカートの場合はスカートの場合はそのまま座ります。もうサイドシールにこう、確かにそのまま足を揃えていただいて、でもここが意外とあるとあるんで、まあでもそのまま足入れていただければ大丈夫です。右左靴のまんま、まあ、いや、スカートだったら両方一緒にです、ね、スカートだったら両方一緒に、ね、結構ここがありますね、ドアのところ。その、サイドシールがすごい、やっぱりこれ屋根がない分ここで補強してるんですね。で、ズボンだったら右足先に入れて、そうですね、お尻を座って、そうですね、それが一番楽ですね。左足、はい。マネのプランモデルですね。いや、おもちゃみたい。あ、そっか、開いてるんだ。で、エンジンかけるときはその赤い右側に真ん中あるじゃないですか。不安でしょうがないんですけど、それはミサイル発射ボタンなんで、それ開けていただいてこれを、で、ボタンが1回ちょっと軽く3秒ぐらい押していただいていいですか。押しますよ、はい。それはアクセサリーボタンなんですよ。どうぞ、うん、それで今アクセサリーで、そういうメーターなんです。こんななの、すごい、ね。これは SV だけですね、この黄色は。で、ブレーキを踏んでいただいて、結構奥踏みですね。ブレーキは、真ん中です。これ、ブレーキは左足ですね、基本的に。はい、教習所で習ったんですけど、僕も。それである程度踏んでいただいて、踏みますよ。はい。で、もう一回そのミサイル発射ボタンを押していただいていいですか。じゃあしたらエンジンがかかるんで。うわー、うわー、びっくりした。すごい。あ、でもやっぱ後ろで響いてるんですね。後ろからこうやって響いてるんだ。
うわーすごい、ゲームの世界。これブレーキは踏んだままですか今。これ離していいんですか、ブレーキ。ブレーキは離していいんですか。あ、大丈夫です。離します。うわこれは念のためにそのピーっていうやつを引いて、今パーキング外してあるんでそれを引いていただいていいですか。どれですか、これ。これをキュッと持ち上げていただいて。これ持ち上げます。今パーキングブレーキ解除されてるんで持ち上げれば大丈夫です。これで、うん、それで今パーキング入りました、大丈夫です。何これすごい。ここにバルブを調整するものがあって、これに巻いてるんで、これで静かになったら分かります。分かります。これを開けるとこういう音になる。閉めますよ、はい。バルブをつけないと近所迷惑になるんです。ボタンでできちゃうんですね。そうです、まあ、僕が普段乗るときはバルブは閉じてるんです。今日は特別に開けますけど不思議、仕組みがよくわかんないんですけど、すごすぎて。暑いと思うんでエアコン入れましょうか。やだー、すごい、どういうこと未だに理解できない。このそれをストエンジン止まります。止めるときは、まあ、そのミサイル発射ボタンもう一回押していただいて、ブレーキは踏まなくて、踏まなくていい、はい、もう一回押します、はい、離します、はい。あ、ピロロロロロロロって言った。これはフロントリフティングといって結構車高低いんで、はい、コンビニとか、まあコンビニは行かないんですけど駐車場入るときとかにはフロントを上げるやつですね。でこれはさっきと走るときに電子制御を押さえるもので、これがハザードですね、うん。この辺のボタンはまあナビがあったりなんだかんだで、これまあクラッシュボタン、ライトボタン、これはまあ後付けなんですけど、これはまあよくあるオートで、これはフロントかな、まあ、適当に押しますけどうわーこんななんだ、すごいな。でこれ定価で買うと8000ですね。いやすごい。そうですね、やっぱり全部オプションですね。これ素では誰も買わないですね。オプション商法、ポルシェもそうですよ、あのフェラーリも。そうですよね、素では売ってくれないっていう。あ、ここも、あ、これは 社外ですね。あの他の会社のやつちっちゃかったんで、さっきと走る時届かないと怖いんで、でっかいのつけて。あ、また別でつけたんですか。はい、これだけで9万円もしました。いや片方ね変態ですね言えない、言えませんね。で降りるときは左足から、まあまあ、そうですね、スカートだったら両足ですけど、スカートだったら、まあまあ、頭ぶつけないように気をつけてです、はいはい。これは500台ですね。500台、うん、え、そうなんですか、そんな希少な車。日本何台ぐらい。日本36台って言ってました、ね。意外に日本に入ってるんですよね。SV はそうですね、でも、うん、ほとんどでも東京と大阪って言ってました。20対16ぐらいかな。びっくり。はい、行きます。うわすごい。ね、ますワンちゃんも見てますね何事やあんま聞いたことない音だわ。特にアベンタドールでおっしゃってたんで。そうです、呼ばれたと思って。そうです、まさにこの車は運転制御速度を守らないとね。そうですね、こんなスムーズなんですね。気持ちいい、テンション上がりますね。人が変わりそう。ランボルギーニカウンタック LT 500ですか、500ですか、あれを見ても本当に買うぞって決めて、やっとパークから50台になるのに入れ替えたんです。いやー、やっぱこう車高が低い車って、はい、すごいダイレクトに地面をこう緩やかに感じるから、すごい酔ってたんですよ。あー、ですよね。でもなんかこれはスムーズで、はい、空飛んでるみたい。飛びますか飛べますよ飛べます、多分飛べますよね、うん。後ろのウイングをもうちょっと大きくして角度つければ多分飛びますやばいな、楽しくなってきちゃったこのまま一歩行きますか行きましょう。そこまで、
押していただいて、押します。窓がちょっと下がります。でそれでそのレバーを上に上げていただく。そうです。これを上げる。でそれでちょっと手を添えていただいて上に。ここに。そこですね。ここ。ここ上げていただきます。ほう、開きました。いやー、想像以上に気持ちよくて、このまま首都高に行こうかと。いっぱい勉強したら帰るよ。マジで。いっぱい勉強して、いっぱい親孝行して、みんなにやりたい。最終的にはもう本社のデザイン部とあの打ち合わせになるんですね。最初僕の SVJ は、まあ、ある程度こういう仕様にしたいっていうと、まあ、スペシャルモデルアドペルソナムって言って自分で完全にオーダーできるシステムがあるんです、ね。まあ、ここのステッチをこうしてほしいとか、この椅子のここの色はこうしてほしいとかっていうことを言ってると、日本のディーラーだとやっぱり全部聞いてもいちいちお伺いを立てなきゃいけないん で、はい、で僕のちょっとオーダーした数が多すぎたんで、向こう その責任者のファビオっていう人が一回イタリア来てくれと。で、いや行けるわけないやろと、じゃあ僕が行くよって言ってファビオさんがわざわざこっちに来てくださって、で最終打ち合わせをして、で今度の SVJ は完全にもうフルオーダーで頼んじゃいました。今度はね、これ実は息子が大好きなブルーですね。やばいブルーなんです。いや全然リセール考えてくれないんで。まあリセールしませんけど、いや内装もブルーで統一して、多分彼が好きなジャスティンがブルー確か乗ってたんで、多分それを真似してるだと思うんですけど、なんでそこでお父さんの真似せえへんねんっていう話です。ありがとうございます。本当お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。ランボルギーニアベンタドール SV ロードスターでした。車について知らないことだらけの私が初っ端からとんでもないスーパーカーに出会いましたね。
何がかっこよかったかって、ランボルギーニアベンタドール SV ロードスターはさることながら、純粋にかっこいいんだな、好きだなとキラキラとした眼差しで車を見つめる少年たちに夢を与えているハルテンベルクさんのお姿です。たくさん勉強して、たくさん親孝行して、約40年間抱き続けていた夢を実現させたハルデンベルクさんの言葉だからこそ、少年たちの胸に響いていました。ハルデンベルクさんは、私が動画の中で今気になる車はランボルギーニアベンタドールというのを聞いて、いろんなものをリスケして来てくれました。ありがとうございます。ランボルギーニアベンタドール SV ロードスターは、きちんとマナーを守りながらこんなに楽しく走れるんだぞというのを感じさせてくれました。いつかまた会える、その日まで